ヘルモーズは、北欧神話の神の一柱。ハーマザーとは、コノルド語で、勇気戦いを意味する。オーディンの息子であり、アース神族に属する。俊敏のヘルモーズとも呼ばれる。ヘルモーズは、スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ第四十九章に登場する。ロキの関係によって兄弟であるバルドルが命を落とした際、オーディンの命により八脚の神名、スレープニルを買って、 冥府の女王ヘルの下に向かった。ギョンル川にかかった橋にアンラルブルーのところでバンをしている巨人女性モーズグズから道を教えてもらい、ヘルの垣根を越え、館へ進んで、その広間で兄バルドルと再会した。ヘルモーズは兄と一晩過ごし、翌朝、ヘルと会って兄のよみがえりを願った。ヘルは全世界の者がバルドルのために泣くならばと蘇生に条件をつける。 アースガルズへ戻る前に、ヘルモーズは、バルドルから、父オーディンへの贈り物として、バルドルと一緒に焼かれたドラウプニルを渡された。また、バルドルの妻ナンナからは、バルドルの母フリグと、女神、フッラへの贈り物を託された。ヘルモーズから報告を受けたフリッの頼みにより、あらゆる生物、無生物が彼のために泣いた。 しかし、ロキの変身した女巨人セックだけが泣かなかったので、バルドルの復活はついに叶なわなかった。ありがとうございます。